about fighters on power. That protects him.会いたくもなるでしょうけど。何言ってるこの男。こいつオカマだ。クールだな。こんなことして知らないわよ。ルビーがほっとかないんだから。あんたたちケチョンケチョンになればいいのよ。少し黙ってろ。口うるさい奴はクールじゃねえ。だがお前の体にくっついている武器がどうやらクールなようだ。マスターに私はその報酬は。俺たちのライフルはお前らにとっての大砲に値する。毒ガス弾もある。姿を見せない俺たちに勝つ術はない。あいつは、おお、居候のトラファルガー王か。いいところであった。今麦わらのルフィがここにルーム。What is going on?He wants to help Luffy? I don't think so. Miss Yetis. Maybe they were on his way to... Oh, he's really dangerous. What is going on?Okay, maybe they can talk? トラホー、お前、ナミを助けてくれたのか。何？お前に話があってきた。麦わらよ。お前らは偶然ここへ来たんだろうな。Yes. As always. この島には、新世界を引っかき回せるほどのある重要な鍵が眠ってる。新世界で生き残る手段は二つ。四皇の傘下に入るか。挑み続けるかだ。誰かの下に突き手って玉じゃねえよな、お前。ああ、俺は船長がいい。だったら、うちと同盟を結べ。Someone sighed. 俺とお前が組めば、やれるかもしれねえ。Oh, so exciting! 四皇を一人。Let's go! Let's make it look stronger.So excited about it. That's a great idea if we're gonna be stronger. Luffy wants to be the king of pirates. ちょっとルフィ、何興味出してんのよ。こんな奴信用できない。 I think so. そいつの名はシャンクス。 Probably even though it's gonna be シャンクス、 Luffy gonna be okay with this. よし、やろう。He's not one of the strongest, maybe, but he's so strong. どうだ、ルフィ。大体まだ四皇を視界に入れるなんて早すぎるよ。戦えるわけない。私はあなたの決定に従うけど、海賊の同盟には。裏切りがつきものよ。人を信じすぎるあなたには不向きかもしれない。え、お前裏切るのか。いや、海賊同盟なんて面白そうだろ。トラオは俺、いいやつだと思ってるけど、もし勝ったとしても失敗すんな。But... 俺には2年間修行したおめえらがついてるからよ。ルフィ can see his advantage in this team too. 俺たちはやるのがやるだけだ。よし、ルフィ、俺たちにちゃんと任しとけ。
ゾロたちもビビってやがったら俺様が説得してやる。ロー、ショック。Yeah, our guys, they are shambles. Oh my god! He's dealing with the situation. Yes. Super! Super! よかったわね、フランキー。いや、よかった。もうチョッパーの体には入らないでほしい。なんだこのボロボロの体。お前は人の体に何してくれてんだよ。いや、バッタミ。だけたらい回しなのよ。フランキーの次はサンチ君。何がサンチになった。こいつらか。ああ、助けてんだ。人の巨大化ってのは何百年も前から推進されてる世界政府の研究だ。政府？何のためにそんなこと。兵士だろうな。好きなだけ巨大な兵士を増産できりゃ政府に敵はいなくなる。成功させる。シーザーは政府やベガパンクの花を明かそうって腹だろうが、そうそううまくいかねえよ。本気で助けてえのか。どこの誰かもわからねえガキどもだぞ。見ず知らずの子供たちだけど、この子たちに泣いて助けてと頼まれたの。マスターはうまく騙してここへ連れてきたようだけど、本人たちだってもうとっくにあの施設がおかしいと気づいてる。この子たちの安全を確認できるまでは私は絶対にこの島を出ない。じゃあお前一人残るつもりか。仲間を置いてきゃしねえよ。ナミやチョッパーがそうしてんだから俺もそうする。あとサンジが侍をくっつけたがってた。お前俺たちと同盟組むんなら協力しろよ。やっぱ分かってねえよだな。お前同盟って共通の目的を達成するために限って協力し合う関係のことだって思ってんだろ。当然言っとくが、ルフィの思う同盟って少しずれてるぞ。どこで見てんだろ。主導権を握ろうと考えてんならそれも甘い。まあ、ルフィーそう。いや、わかった。時間もね。じゃあ侍の方はお前らで何とかしろ。ガキどもに投与された薬のことは調べておく。繊維はどいつだ。一緒に来い。そうか。シーザーの目を盗む必要がある。よし、これどっけ。ノー悪いな、俺今動けないからよろしく頼む。Lord, can he deal with this? さっきの二人組の資格で分かる通り、シーザー屋はお前たちと白龍屋の G5 を消し去り、ガキどもを奪い返すつもりだ。それが達成されるまで、奴の攻撃は止まない。4年前の大事件で犯罪者になり下がった元政府の科学者。立ち入り禁止のこの島に誰かがいるという事実が漏れれば、あいつはこの絶好の隠れ家を失うことになる。だからお前らを全力で殺しに来る。懸賞金3億ベリー、殺戮兵器を所持するガスガスの実ドギア系の能力者、それがシーザークラウンだ。覇気をまとえない者は決して近づくな。ただの科学者じゃない。こっちで覇気使えんのは俺とゾロとサンジ、あとお前だろ。まあ十分だ。俺は一足先に研究所へ戻る。でそのマスターを俺たちとお前で誘拐すりゃいいんだな。そういうことだ。誘拐して誰から身の代金取んの。目的は金じゃない、混乱だ。成功してもいねえのにその先の話を今する意味はない。 OK。とにかくシーザークラウン捕獲に集中しろ。決して簡単じゃない。俺の計画はその時にゆっくり全員に話す。ただしシーザーの誘拐に成功した時点で事態はおのずと大きく動き出す。そうなるともう引き返せねえ。大丈夫だ、お前らと組むよ。なら俺もお前たちの希望を飲むとする。残りの仲間をしっかり説得しとけ。ああ、分かった。スモーカーさん、やはり彼ら元囚人たちに間違いありません。少々異形をなしていますが。どうなってんだ、
4年前の事故でも囚人たちの生存者ゼロって報告は何だったんだ。敵を陸上に引きつけろ。ブル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 、マスター、デンデン虫が。出なくていい。Oh my god, it's so... I don't know. そして中から何か出てきた。こんなに客が溢れることもそうはない。もう今回は実験体の捕獲はいい。 It's wow. もしもし、マスター、もしもし、応答願います。中の中から出てきた、あれは仲間たちもやられた。とにかく走れ。With the mouth. Sorry, guys. Why? Oh! Yeah, tell me, please. Slime 型の生物だ。誰一人島から出られや死ね。久しぶりの外はどうだ。スマイリー、スマイリー、ワー。